ミッチェルドライバーズアカデミービギナーズ1第3戦。ダイバーサルトサーキットです。さあ、シーズンのいよいよ折り返し。ランキングが、勢力図が大きく変わりそうな予感がします。この一周長くてまとめるのが難しいサーキット、誰が優勝するんでしょうか。皆さんこんばんは、双葉です。今日もよろしくお願いいたします。はい、和田さんこんばんは、マーシャルさんこんばんは、広丸さんこんばんは、よろしくお願いします。今回のレギュレーションですが、コースがサルトサーキット3時晴れ、15時晴れ、周回数が11周。そして今回グループ3なのでタイヤ消耗が6倍となっております。BOP オフなので、各自合わせてください。普通の人は92%、パワーが92%で重量が103%です。先ほど打ちましたが、スバルさんとキュートラさんに限って、重量だけ106%となっております。はい、ロキソニンさんこんばんは、キュートラさんは腹大丈夫ですか？ 治ったのかな？頑張ってください。さあ、ランキング、ポイントランキング、ここまでのポイントランキング振り返ってみましょうか。1位がスバルさんで23ポイント、2番手が広丸さんで20ポイント、トップとはなんと3ポイントとなっております。3ポイントでサルトサーキット、この難しい。さあ、どうなんでしょう。やっぱりトップ2がぶっちぎるのか、それとも。そして3位がマーシャルさんで9ポイント、4位がアスティさん8ポイント、5位ハスモさんが6ポイント。ハスモさんに関しては今回欠場と。で、6番手キュートラさん2ポイントで、6位タイ和田マナさん2ポイントです。で、ダンキさんとコウモリさんがノーポイントまだって感じになっております。そして今日のグリッドですね、に関して、ポールポジションが和田マナさん、2番手がアスティさんだっけ、ちょっと待てよ。あれを作るの忘れてた。ダンキさんはグリッド降格なしか。なしか、OKOK。じゃあ2番手がダンキさん、3番手アスティさん、4番手マーシャルさん、5番手スバルさん、6番手ヒロマルさん、7番手キュートラさん以上かな、今のところ。もう一人いたっけ？もう一人いたっけ？まだ今日は。1番手和田マナさん、2番手ダンキさん、3番手アスティさん、4番手マーシャルさん、スバルさん、5番手、6番手ヒロマルさん、7番手キュートラさん。ちゃうわ、7番手コウモリさん、8番手キュートラさんか。ひとまず、グリッド並び替えましょうか、忘れないうちに。じゃあ、和田マナさんがいないのか。頑張ってください、和田マナさん。
ダンキさん、アスティさん、マーシャルさん、スバルさん、ヒロマルさんで、この順番か、OK。スバルさんとキュートラさんが1325キロですね。で、5241287127。5241271287と感じですね。今のところ大丈夫です。キュートラさんハンデつけてくださいよ。ちゃんと、あ、つけてますけど、ちゃんとついてますね。はい。頑張ってください。こんな感じですね。なかなか面白い、グリッドは。このトップ2が意外に前なんですよね、今回。はい、裏庭さん、こんばんは。はい、杉さんも、こんばんは。他に何か忘れてることはないかな？大丈夫ですかね？いやー、いよいよ折り返しですね。残り3戦となってます。その折り返しで、このサルトサーキット。難しいサーキット。が、やってきました。あれ、93でしたっけ？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。93でしたっけ？92ですね。560、違う、これ違う。524の1287ですね。周回数書いてるじゃないですか。11ラップです。そして皆さん、マツダビジョン大丈夫ですね。キュートラさんレーシングカップの時そこそこ早くありませんでした？あー、それはあれじゃないですかね、これ、マイレージで買わないといけないやつじゃないですかね、このマイレージ使って増やさないと92まで落ちないんじゃないですか？ちょっと私今確認できないんで、車持ってなくて。あれなんですけど。車持ってなくて。ちょっと確認できないんですけど。おそらくマイレージで、馬力の上になんか1とか2とか3とか書いてある、大きく。あれをいじくれば、
多分、あれを買えば、買えばっていうか増やせば、レベル上げれば多分いけるとは思うんですけど。はい、アスティさんもこんばんは。アレフモさんこんばんは。ですよね。やっぱマブイって結構嫌いな人多いですよね。大丈夫ですかね。馬力は。見たときは収めた。それはもう日の丸さんに文句言うなら言ってください。はい、日の丸さんがなんか、サルトサーキットでロータリーエンジンをですね、なんか、とどろかせたいって言ってたんで。なんで今日はね、皆さん、音は、低く出しといてください。今日うるさいんでね。私ももしかしたら途中でノイローゼになって実況放棄するかもしれないですけど、それはもうご了承ください。今日マドチンさん来ないですね、まだ。まあもういるかもしれないけど。チャットに来ないですね、今日は。いや、スバルさんと、キュートラさんだけ重量が106パー。プラス3パーですね。ってなっております。ロキソニン酸を重量プラス10ぐらいで出します？ひろまるさんがなんかね、出してほしいみたいなこと、どっかで言ってたんで。あ、大丈夫ですか？和田さん、よかったです。重量プラス10%ぐらいで出す？この間の見たら、ね、それぐらいだったらいい感じだと思うんで。最大重量入れてくれてもいいけど。なんかワドチーさん部屋入ってくるって言ったんだけどな。PUBG やってるし。あ、そうなんですか。ああ、了解です。じゃあ、ハトチーさん今 PUBG やってるから、裏庭さん入るか。ウラニアさんどうしようかな。プラス12ぐらい。前15だって、15でしたよね、確か。プラス10かな。10だね。いや、あ、どうしようかな。8でもいいかな。プラス10かな。あ、マドジーさんが今ね、おそらく配信に来てないんで、バレないうちに。まあ別に8人でもいいけど。 8？ でもね、ウラニアさんはそんな速くないんですよね。 言うほど。あれからタイム更新してたら知らないけど、そう、そんな速くないんですよね。だから、
じゃあ10で。裏庭さん10で。10って数値いくつになるんですか？ちょっとわかんないんで。あれなんですけど。してないでしょ？ 8 でもいいんじゃないかなって思うんですよね。どうしよっかな、ちょっと。この間15でしょ？だって10でいっか。10で。この間、あれで、ハスモさんと同じぐらいでしたもんね、ペースが。結局、ハスモさん抜いたのかな？抜けなかったか。1412、了解です。ウラリさん多分ソフトで、ノーピットやってくれると思うんで。多分。21時になりましたら、確認します。感染から確認してくださいっていうのを送ります。裏屋さん10。いや、わかんないです。私はワンピットだと思ってるんですけど、ちょっとわかんないです、そこは。多分、ワンピットなんじゃないかなとは思うんですけどね。エントリー解除しないようにお願いします。よいしょ。裏庭さん一番後ろね。OK。どこだっけ？ここか。あ、いいや、1400で。524、524、524、524、524、OK。1287、1287、1287、1325。1287。1327。1325。1400。まあいいかな。1400で。変わんないでしょ。おそらく。いや、レズモさんはダメだよ。レズモさんはダメ、レズモさんはダメですよ。開幕戦で双葉の通り、双葉さんの通りになった。俺だけビット多かったんだよな。さあ、今回、誰が前に出るのか。今回はね、たとえ後から E とか C とか本当に初心者が来ても、スポットは受け付けれません。選考会やっちゃったんで、それやったら選考会の意味ないじゃんっていうことになるので、はい。選考会やった人だけ、まあ、スポット OK っていう感じにはなってます。一応、2023年シーズンやろうとは思ってるんですけど、来年。来年またね、やろうと思ってるんですけど、ビギナーズワン。その時はおそらく選考会はやらないです。DR で多分縛ると思います。DR で縛って、先着順。まあ、枠は何名にするかわかんないですけど。まあ、来年もやります。ビギナーズワン2023。そこら辺はこれからマドチンさんとかと話し合って考えたいと思います。それでは21時になったので、
今9です。私除いてです。あら、ストップ、ストップです。ストップ、ストップです。キトラさんが抜けたんでちょっとお待ちください。キトラさん待ちます。どうしました、マドチンさん。入ったらエントリーお願いします、キュートラさん。キュートラさん、エントリーしたら、もう一回、確認お願いしますって打つんで、確認お願いします。確認お願いしまーす。キュートラさんとこ 1325OK。 グリッド、キュートラさんどこだっけ、大森さんの後ろか。1、2、3、4、5。いや、ウラニアさんが最後尾です。ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、8。あと1人。誰？誰？キュートラさんだな、これ。キュートラさんだな、これ。1人、多分。ですよね。グリッド合格前回のレースですからね。キュートラさん確認って見えてます？キュートラさん全員見えてますでしょうか？あ、ちなみにレース中チャットした瞬間、チャットしたら無駄なチャットしたらドライブスルーなんで気をつけてください。消費っていうかもうね。はい、じゃあそろそろ行きまーす。5分になったら始めまーす。なんかダメな人、待ってっていう人はその間になんか打ってください。5分になったら始めます。あ、了解です。何か待ってほしいとかあれば、今のうちに言ってください。あはは、送信失敗した。レース中にチャット打ってたら、ドライブスルー貸すので、その場で、よろしくお願いします。キュートラさんいなかったからね、一応。あと前後違うタイヤも OK です、今回から。じゃあ、始めまーす。スタート。さあ、第3戦。サルトサーキット。ボールは和田真奈さんからです。まずはバグがあるか、バグがないことを祈ってます。はーい、キュートラさんお願いします。さあ、ボールポジション、和田真奈さん、2番手がダンキさんです。
さあ、全員出れます？いけましたか？あ、いけた！めっちゃいいね。3戦連続ノーミス。いいですね。ないですよね。さあ、ビギナーズワン第3戦、サルトサーキット、今スタート。和田愛菜さんを先頭にスタートしました。2番手以降がいない、あ、いるか。後ろの方で、あれは誰だ、なんか。特に、そうですね、相関ですね。特に何もないかな。おーっと、ここスバルさんがちょっと渋滞を起こしてますけど、ちょっとミスったのかな、ターン2で。はい、今始まりました第3戦。今あれなんで、一人一人なんかリバリー見ようかな、とりあえず。さあ、1本目のストレートでダンキさんが和田愛菜さん抜いて1番手トップ。和田愛菜さん 2.2 秒もらってますね。ちょっと待って、うるさい。あが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 、めっちゃうるさい。ちょっと待って、めっちゃうるさい。うるせえ。和田愛菜さんがこれ2秒もらってますが、最初の S2 つ2連続コーナーでカットしたのかな。2本目、2つ目カットしちゃったのかな。最初にあそこで2秒って食らうの？あ、ダンキさん、食らいましたね、コンマ後。いや、厳しいですからね、カットが。気をつけてください、皆さん。さあ、ダンキさんは、姫路城リバリーです。白と、青の。いつも通りですね、ダンキさんワイパー、今日も元気に動いております。さあ、ちょっとテールスライドしながら2つ目のストレートへ。ほとんどペナルティもらってんな、これ。さあ、2番手和田愛菜さんはこのリバリー、いつものあれですね。これ何リバリーって言ったらいいんだろう。そうですね、遠赤結構きますね。遠赤っていうか多分ホワイトラインだと思うんですよね、あれ。さあ、丁寧にブレーキ、あーちょっと弱すぎた。おー、後ろ大丈夫。アースティさんとスバルさんも、わらわらさんに続いていくけど、おー、何これ、ちょっと待って。魔のコーナーですね、今の。え？ちょっと待って。みんな来るっていうね、ひろまるさんも、コアモリさんも、ウラニアさんはうまくクリア、キュートラさんもクリア、マーシャルさんもクリア。マーシャルさん9番手まで落ちてるけど、これ何かあったのかな。カオス。やばい、半分以上今行ってたよ。こんなことあるんですね。さあ、マーシャルさんが7番手まで上げてますね。そしていつの間にかスバルさんが2番手まで上がってます。2番手まで上がってきてます。これは何のリバリーですかね。かっこいいね、この黒と金。金っていうのかな、黄色かな、金色。多分おそらくゴールドだと思うんですけど。なかなかかっこいいリバリーですね。虎みたいな感じですね。今年虎年ですから。多分、それに合わせてきてるんじゃないんだろうけど。結構かっこいいですね、このリバリー。こういうのは多分自分で作ってるのかな。あー、ちょっとはらんだ。これは来るんじゃないの、ペナルティ。今の4奪だと思うんですけど、来ないか。あれ、来ないんだ。ここまで来なかったら多分来ないですよね、さすがに。3番手アスティさんはいつもの黒マットですかね、これ。マット調の黒だと思うんですけど、シンプルイズベストなリバリーです。なんて書いてるの、あれ。あ、マブイだから、なんかあれなのかな、マブイに合わせてちょっと簡素な感じの
リバリにしてきてるんですかね。さあ、4番手、あれ、ウラニアさん？ウラニアさんは4番手まで上がってますね。なかなか。おー、とりあえず滑る。さあ、5番手争いが、キュートラさんとヒロマルさんがやり合ってますね。キュートラさんはペンギンから、ヒロマルさんはマルボロ。さあ、入りましたね、ヒロマルさん。さあ、どっちから抜く？インカウトか。意外に寄ってこない？さあ、インサイドに並んでブレーキング勝負。わーの前に、ヒロマルさんが前出て5番手。ただ、この後に長いストレートがもう1本あるから、結局、ここで、抜き返される可能性大。さあ、キュートラさんは7番手のマーシャルさんにも近づかれてます。そして外側から抜かれて6番手マーシャルさん、7番手キュートラさん。キュートラさんがどんどん落ちていく。いや、まだ諦めてない。ここは無理だったか。6番手マーシャルさん、ね、さあ、和田真奈さんがだいぶ落ちてますね。これ8番手まで落ちてます、ポールの和田真奈さん。さあ、全体ベスト叩き出して、で9番手がコウモリさん。誰だ、誰書いてんだよ、誰やろな。今回オーバーシュートしてます？してないか。今回は大丈夫そうですかね、みんな。みんな大丈夫かな？わだわださんも大丈夫。コウモリさん、オーバーシュート。2周続けてかな？違うかな？2周続けてか。コウモリさんは2周続けて。あそこでも難しいですよね。ちょっと曲がってるから、その手前で。さあ、ダンキさんが依然トップ。ただ、スバルさんがもう 1.1 秒後方まで来てる。やっぱりスバルさん早い。ここでも速さを見せてる。まあ、終わった後、前回のラウンド2終わった後から練習してましたから、スバルさんは。それはまあ、早いっちゃ早いんですけど。前方のダンキさんはコンマ1です。ペナルティが。さあ、今回はどこまで綺麗に走れるか、ダンキさん。さあ、今回ピットあるのかですよね。まずピットあるのか、ノーピットなのか。あーちょっとショートカット、かなりショートカットしたけど、それは何秒？ 3 秒。ノーピットですかね。あれ、スバルさんちょっと広がりましたけど、これも、あ、違う、これ。これもなんか、ミスったのかな。あー、立ち上がりで、グラベルまで行っちゃったのか。さあ、ちょっとダンキさんの動きがちょっと怪しいんですよね、いつ。なんか、どっかで、どこでミスってもおかしくないような。ちょっと動きが。いつ回るんでしょう、ダンキさん。今日は回るのか。皆さん予想してみてください。ダンキさんが回るのか回らないのか。さあ、スバルさんがまた 1.2 秒まで近づいてきました。そうですね、アスティさんもいいですね。これ離されてないですよ、トップ2に。それに比べてここ2戦早かったマーシャルさんがちょっと猿とはダメなのか。だいぶ順位がね、広丸さんも
これ前ついていけてないんじゃないですか、これ。さあ、今回マブイを選んだのひろまるさんですからね。丸さんもこれなんだろう、ね、最初にオーバーシュートしてたし、ここでごたごたに巻き込まれちゃったのかな。それに比べ、スバルさんはかなりうまく。ただ、スバルさんもちょっと、猿と、苦しんでそうですね。ダンキさんに近づききれないっていう。あ、燃料はいける。終盤ブレーキング伸びます。タイヤですよね。もうすでに3周でここなので、結構ミディアム消耗しますね、これ。さあ、ダンキさん2.8秒。さっき、試験員でショートカットしたペナルティを、現在消化中。さあ、どこでこの2.8秒、最後、消化していくのか。あとはいかに増やさないか、ペナルティを。ちょっとアスティさん広がったかな、後ろ。差が。さあ、ひろまるさんも見えてきましたね。5.3秒。そうですね。ミディアムがかなり削れますね。ちなみにアスティさんはソフトタイヤで来てます、これ。ソフトタイヤで、ミディアムのスバルさんに比べて、1段階ぐらい消耗してる感じですかね、これ。変わってないか。変わってない。変わってないね。ソフトとミディアムの消耗が。アスティさん、うまいですね。ひろまるさんが一番消耗してないかな、これ。あ、じゃあこれ、裏庭さんか。裏庭さんが一番消耗してないかな、これ。だいぶ前回と順位変わりましたね。そしてキュートラさんが結構落ちてます。やっぱサルト苦手か。現在7番手。そうですね、結構リア滑りますからね、この車。さあ、トップ争いを来たコンマ1まで来ました、スバルさんが。さあ、イン側を守るダンキさん。アウト側か。さあ、ここではダンキさんがいいんだけど、次のコーナー、おお、接触。なんとか守ったけど、ダンキさん5秒ペナルティある。 ちょっと どこでそれもらったの。またどっかでやったな、それ。ペナルティ多いな、これ。後半厳しいですね、こんだけペナルティ持ってると。さあ、スバルさんは仕切り直しです。ダンキさんを抜いてきた。さあ、コンマ4、これは入ったかな。このストレートで1本目のストレートでいけるか。さあ、イン側に振る。さあ、ここのブレーキング勝負はスバルさんが、ただちょっと膨らんだ、接触。なんとかスバルさん前出て1番手。トップはスバルさん。さあ、こっからダンキさんはついていきたいですね、スバルさんに。ついていけるか、ダンキさん。ペナルティが4.7秒持ってるけどね。ここで消化してもいいかもしれないですね、もしかしたら。一旦。さあ、アウト側から。伺うが、ここはいけないか。ここはスバルさんが守る。さあ、まだストレートは続きます。ただこの距離は無理かな、次。さあ、コンマ6、これは次無理かな。次は無理かな、さすがに。
危ねえ危ない。さあ、スバルさんじゃなくてダンキさんは後ろからアスティさんも来てますね。 2.4 秒。そしてヒロマルさんも徐々に徐々に近づいてます。4番手、ランキング争いもありますから、ヒロマルさんは最低でも2番手にいたいですよね。ゴールして、ゴール時には最低でも2番手で、でファステストラップ取りたいが、イエローフラッグ誰、ああついに回ったついに事故った。ああここでちょっと膨らんでとうとう事故りました。ダンキさんがまず1回目、さあどこで復帰、4番手ですね、4番手で復帰。後ろからウラニアさんが5秒後方います。まずダンキさん一発目です。まあでもよく持った方でしょこれ、このサルトサーキットで3周ちょっと持てばいい方でしょ、ダンキさんからしたら持ってる方だとは思うんですけどね。それカットじゃないの、そこは今の行き方は OK なの、通り方は OK なんか、あれは OK なんか、ショートカットだと思うけど。さあどっか近いとこない、あれマーシャルさんとケイトラさんとの差が縮まってますね、これ 2.7 秒に。なんだろう、このラップちょっとミスがあったのかなあー、ちょっとブレーキを気にしすぎたか、オーバースピード。さあこれでキュートラさんがもう、あー終わっちゃった。あー前後違いますね、マーシャルさん、確かにそれがちょっとうまくいってないのかもしれないですね、これもしかしたら。さあ後ろから和田真さんも来てる、マーシャルさんは7番手まで落ちました。キュートラさんが6番手以上ですね。それでさあ後ろから和田真さん来てます、コンマ6、コンマ7、ただこのセクションは早いですね、マーシャルさん。やっぱマーシャルさんの方が早いですね。 1.1 秒まで広げてます。あーまた回ったなんとか、でも今回はうまく立て直しちゃっちゃ立て直しましたけど、ちょっとサルトは持ってないかな、マーシャルさん不得意だったか。結構ねディスコードでは練習部屋何回か立ててたみたいなんですけど、まあ、ちょっと期待はしてたんですけど、また多分マーシャルさんが3番手なんだろうなって思ったけど、蓋を開けてみれば2番手にアスティさんがいるっていうね。さあ意外にマーシャル、アスティさんとヒロマルさんとの差がそこまで縮まらないんですよね。そうですね、そろそろサバイバルそろそろですね、はい、確かに。おお、ギリギリ、おお、大丈夫か、なんとか耐えました。さあソフト勢ですからね、アスティさんが唯一の多分ソフト勢だと思う。あー、ちゃう、和田真奈さんとマーシャル、マーシャルさんは前後違うか、和田真奈さんもソフトなのか、これソフト勢の中では一番アスティさんが一番速いと。で消耗もそこまでしてないんですよね、おそらく。和田真奈さんと比べ、和田真奈さんもそんなしてないか、和田真奈さんの方がリア減ってないですね。ちょっとリアが滑り始めてきましたかね、アスティさん。
リアがちょっとスナップし始めたかな。ただね、スライドさせるとやっぱリア消耗して、もっとスライドするようになるんで、ここは我慢していきたい。なんとかうまくリアタイヤにトラクションをかけて。後ろから広丸さん来てますから、プレッシャーもかかるし。ここはでもアスティさんの方が速いの、ここら辺は。この辺はアスティさんの方が速いですね、日の丸さんより。もしかして2位あるか、これ。アスティさん。あ、イエロー。前？あー、あれ？ピット？スバルさん、ピットでミス。これ、ピットでミスったな。あー、いき、ちょっと攻めすぎましたね、ピットロード。さあ、まずはスバルさんがピットに入りました。そしてアスティさんがトップですけど、ヒロマルさんがここまで、この位置、何があったの、これ。一気に近づいてます、ヒロマルさんが。さあ、実質トップ争い。さあ、ここでヒロマルさんが並べないか。さあ、なんとかトップ守ってます、アスティさん。頑張れー、2人とも頑張れー。いや、ここでアスティさんもね、優勝して、ちょっとチャンピオン争いに名乗りを上げてほしいんですけどね。スバルさんは5番手まで落ちましたかね、これは。キュートラさんの前で復帰ですかね。さあ、ここで日の丸さんが行くの？さあ、インサイドから並んで、ブレーキング勝負は日の丸さんが前に出ましたね。1番手、日の丸さん。さあ、アスティさん、2番手、こう。おお。危ない。さあ、気になるのが、スバルさんと、日の丸さんとの差。30秒。さあ、ミディアムからミディアムですね、スバルさんは。さあ、ここから、どこまで上げれるか。なんとかキュートラさんの前に出れたのは良かったかな。キュートラさん意外にゴリゴリにブロックしてくるから、ちょっと厄介なんですよね。後ろになっちゃうと。まあ、おそらく追いつかれることも多分ないと思うので。さあ、これで3番手にダンキさんが上がってきましたね。ダンキさんもおそらくノーピットなんでしょうね、これは。ですけども、ウラニアさんが 1.5 秒まで来ましたね。これウラニアさん早いな。やっぱ最大重量でよかったんじゃないの、これ。ウラニアさん。 意外に思ったよりも差が激しいんですよね、後ろと前との差が結構激しい。ここら辺になってくると、ね、4分12秒とか11秒とかが。さあ、ウラディアさんが徐々にダンキさんの後ろに。ペナルティの量を考えるとね、抜く必要もないっちゃないんですけど。さあ、5秒から 2.1 秒まで落としてきました、ダンキさん。ペナルティ。もうこれ以上ね、もらいたくないですね、ペナルティは。ちょっともらうと、スローダウンしないと削れなくなりますね、これ、ペナルティ。最後に。削りきれなくなりますね、これは。さあ、今の壁ペナは、入らないのか。そこをそんだけカットしても大丈夫なの？本当に。あー！バランス崩しちゃった。エンジンもやっちゃった。
なんでこれリアタイヤになってんの？なんでこれバックビューなの？もうすでにおかしくない？まあいいや。前2台入りましたねこれ。前2台入りましたねこれ。さあスバルさんどの位置に戻ってくる？ヒロマルさんまだ来てないですね車。ってことはこれヒロマルさんじゃなくてスバルさんがトップですかね。あ違う、どっち前これ。スバルさんがなんとか前出ました。ただアスティさんは新品のソフト、そしてヒロマルさんも新品のソフト、スバルさんはミディアムタイヤです。いやーこれは面白くなってきましたね。さあ残り4周です。さあ後ろではダンキさんと和田村さんもピット入ってましたね。意外にノーピットがいない。いないのか意外に。意外にノーピットがいないんですかねこれ。レギュラー勢は今入ってないのがキュートラさんとマーシャルさんだけかな。和田さんさっき入ってたコウモリさんがちょっとわかんないなこれ、表示バグってるもん。入ってないかな。コウモリさんこの間のレース良かったのに、サルトはやっぱ難しいから厳しいか、サルトは。さあ、2番手争い。いや、スバルさんが頑張ってますね、ここ。なんとかソフト勢を、離していってんのかな、これ。離していってますね、これ。ソフト勢。さあ全体ベスト。アスティさん早いなこれ。ちょっと待って、アスティさんペース早いな。ヒロマルさんがそんなに追いついてこないんですよねこれ。そこまで追いついてこないのに、追いついてこないのがすごいこれ。ちょっと危ない。早いな今回。許せないみたいなのでストレートはスバルさんの方が有利。はい、なるほど。いや234なんだかんだ等間隔ですね。ソフト勢が一気にスバルさん抜くのかなと思いきや、そうでもない。今気づいたけど、ウラニアさんが優勝した場合、確かスポットが優勝した場合、私が決めるんですよね、車。確か。だったような気がする。って言ってたような気がします。ソフトダイヤね、消耗してくるから、消耗強いんでね、ミディアムより。早く抜きたいですけれども。ヒロマルさんがちょっと離れた。どうしたのかな？なんかあったんですか？個人しか選択ない。次、グループ4ですね。グループ4ワンメイクですね、次は。なんだろう、どっかでミスがあったのかな。ここかな、今ふらついたから。ふらついたのでちょっと差が広がったのかな。山田さんはちょっとペースが上がんないな。どうしたんだろう。さあウラニアさんとの差がもう 7.4 秒、もう半分切ってきましたね差が。
さあこれ追いつき切ることができるのか。さあそれともウラニアさんが優勝か。またまた、あーっと危ない。いやー危なかった今。危なかったー。さあアースティーさんが来た、近づいてきた。コンマ4、さあこのストレートでいくか。アースティーさんがイン側から仕掛ける。これでストレートで抜き切りましたかね。さあまだスバルさん行く、イン側。いやここは行きませんね。ここは待ちで次ですね、多分ストレート。もう一本あるんで、ここですね。さあ、今度はスバルさんの番です。なんでこれバックビューなんだろう。ちょっと待って、バグってんだけど。バグってるわ。いや、意外にストレートで来なかった。いや、あれか、ペナルティ消化したのかな。私のバックビュー。の間にどうせならもうこれでいくか。いやスバルさんがあれ落ちてるけど、あ、消耗、消化したのかな。消化しましたね、これは。ただその間に広丸さんがちょっと1秒圏内切ってくるかというところまで寄ってきましたね。さあおそらく多分これバグでバックビューになってるんです。あー大バラ。さあ広丸さんが来る。いやここは抜かないか。ここはここは抜かないのかな。まだ広丸さんは押してますね。広丸さんバブルが欲しいって結構苦行。怖い。 いや、さあインガーここで行くの。ここ結構難しいよ。危ない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 。危ねえ。さあクロス取って、広丸接触。あはは、今のはもったいなかったな。ここでクロス取ってたんだけど、あー透明化解除されて接触して弾かれた。トップ争い、ここはもうね抜かないとね、チャンピオンになれないんで。ここはもう、さあ気づいたらアスティさんとスバルさんとの差が5秒ですか。さあ他も見ていきますか、久々に。さあキュートラさん単独走行。キュートラさんはこれノーピットで淡々と走ってますね。なんだかんだね、下痢でもポイント圏内なんですよね。そしてマーシャルさんは何回か回りましたが、ここまで、ね、戻してきますね。この人もおそらくここまで来たらノーピットなのかな。まだ後ろからはピット入ったダンキさんが来てますね。元気なソフト。ここでお互い消費しながら、さあここでダンキさんは消化していく。あれ、マーシャルさん今カットしたね。え、マーシャルさんどこ行った。ちょっと待って、マーシャルさんどこ行ってるわ。マーシャルさんが途中で消えたんだけど、これじゃダメか。あー、これはなんだろう。まだまださんは、8番手ですね。8番手ですね。8番手で単独って感じですね。
なんでこれリアタイヤなんだろう、リア視点なんだろう。でもまあたまにはいいよね。なんでリアなんだろうね今日。まだまださん頑張ってます。希望スイッチングちょっと変わった、変わってないか。あ、アスティさんトップ。どういうこと。何があったのこれ。ミスがあったのか。これで皆さんアスティさんトップですよ。誰が予想したかこのレース。いやー、ミルキーさんがまだまださんはとか言うからですよ、これはもう。ミルキーさんのミスですね。まさか。これ多分勝ったら、グループ4のライブですね、次多分。おそらく。次多分グループ4のライブでしょ。ライブありますよね、グループ4。ありますよね。まさかのハスティさんが。そして3番手も入れ替わってるんですよねこれ。ちょっと待って、追いつかない、追いつかない、追いつかない。ちょっと待って、もう一回戻れるかな。あ、ここかな、ここだね多分。今ちょっとおかしかったね立ち上がり方。ここで多分今、行き過ぎたのかな。またフロントタイヤ減るやん。魔物が住んでますね、ここ、本当に。サントサーキットは。ちゃうわ。今の、取り過ぎたんじゃないか。さあ、残り2周です。トップ、アスティさんです。2位とはな、ヒロマルさんが待ってる、違う、誰だ今の。あ、じゃあコウモリさんか。コウモリさんリアタイヤが死んでるよ。もうそれは運転できない多分。それは無理だと思う。入らないと。多分それは無理だと思う、もう。このリアはやばい。マブイでこれはやばい。やばいやばい。もうダメ。やばいやばいやばい、危ない。おお、危ない。多分この人ピット入ってないんですよ。さあトップに戻りましょう。さあ残り2周、2番手との差は7秒。広丸さんとの差だとしても、広丸さんとの差も 9.5 秒あります。完全に安牌です、アスティさん。いや、これはさすがに予想しなかったな。ちょっと今のは来るかな。ただまあ来ても大丈夫だと思うんですよね。最後まで引っ張って最後の方で消化すれば多分いけると思います。変に途中で消化し始めるとちょっとタイミングが狂うから、リズムが狂うから。どうなんでしょうね。ただ、まだね、わかんないですよ。猿と魔物いますから。魔物がね、住んでますから、ここはもう。ちょっと緊張してるんですかね、今。さっきからちょっと、行き過ぎてるんですよね。わざとかな、今の。あれはちょっとラインかな、ああいうライン取ってるかな、通ってるのかな、意図して。通ってるのか、それともちょっと、緊張してるのか。さあ、ウラニアさんとの差はどんどん離れていきますね。8.5 秒、8.6 秒。さあ、残り1周半ぐらいですかね。さあ、もうね、おそらく、
遅く走っても優勝です。さあここで広村さんが2番手にポジションアップ。ウラニアさんがどんどん落ちてきますね。さあここで抜いたのか、3本目のストレートで抜いた。マブイがでも魔物と魔物ですよね。魔物かける魔物ですよね。マブイも魔物だし、サーキットも魔物だし。さあわだまなさんはこんな感じです。単独走です。ちょっとねオンボードで行きたいんですけどね。やっぱ後ろですね。そうですね、相乗効果でしょうね、これは。さあ一度順位整理しましょうか。トップ快走中がアスティさん、後ろとは 8.7 秒差。2番手広丸さん、3番手が浦庭さん、4番手がスバルさん。さあスバルさんはどこまで盛り返せるか。5番手がダンキさん、6番手キュートラさん。あれ、キュートラさんミスったね、これ多分。キュートラさんもどっかで回ったね、これ。前でイエローフラッグはおそらくコウモリさんでしょうね。コウモリさん気をつけてください。レディアが死んでるんで。7番手マーシャルさん。まあ、後ろ見ながらだったら別にそのタイヤで走ってもらっても構わないですけど。ちょっと危ないですけどね。8番手が和田真奈さん。ちょっと行き過ぎたかな、今アウトが。おー砂場遊び。うちのハリネズミもね、砂場遊びするんですよね。ルイスも。うちのルイスも。ハリネズミかな。さあ、9番手がキュータ、おー、危ない。ギリッギリ。ギリッギリだったね。おーうん、多分タイヤ交換した方がいいですよ、コウモリさん、本当に。別に、無交換じゃないんで、これ。交換してもらって結構です。さあ、アスティさんは快調に、トップ。後ろとは10秒。誰が予想したでしょう、アスティさんが独走状態で、独走で優勝すると、優勝するのは。誰が予想したのか。さあ全体ベスト更新するか。さあアスティさんがね、全体ベスト更新するとこれ広丸さんが嬉しいんですよね。今のままでいくとおそらく同じポイントなんですよね。9点と9点なんで、確か96で、であとファッセスの3ポイントがあるん で結局差が縮まらないんで、誰かにこのファッセスを更新してほしい。このまま、スバルさんが全体ベストを保持しなかったら、保持せずにレースを終えた場合は同点です。同点でラウンド4、ランエボーワンメイクですかね。となります。なんだこの安定感は。さあ、新しくチャンピオン争いへ、名乗りを上げるか。アスティさん、さあ、コンマ4。早っ。さあ、絶好調、アスティさん。今日は。アスティさんって、優勝したことないですよね、多分。こういうシリーズ戦とか。ロビーレース。ロビーレースはどうかわかんないけど。初優勝なんじゃないですか、これ。もしかして。まさかの替え玉疑惑そんなことないでしょ。さあ全体ベスト更新してます。さあ残りセクターはあと2つかな。次であと2つ、あと1つかな。
さあ、一番ちょっとミスりやすい区間です、ここが。ここをなんとか耐えきれば。さあ、うまく回っていく。本物ですね、これは。練習だったわ。お、ちょっと大丈夫か。おお さあ、あとコーナー4つ。あとコーナーは4、あ、違う。これであとコーナー4つか。あと試験員2つ。え、なんとアスティさんが、ビギナーズワン、第3戦、ぶっちぎりで、優勝です。おめでとうございます。さあ、ファーストストラップ獲得、満点15点です。アスティさんが満点で満点優勝。さあ、2番手がひろまるさん、これでランキングが同点ですね。いや、同点じゃない、スバルさんが抜か、あ、おお これで同点ですね。ウラニアさん、止まってる。いいよ、ゴールして。さあ、ダンキーさんはなんとかポイント圏内。4番手がウラニアさん、5番手が。さあ、ダンキーさんが、なんとかね、いろいろありましたけど。ポイント圏内で戻ってこれそうです。引っ越し禁止は多分これ、あれかな、コウモリさんかな。アスティさん終始早かったですね、本当に。さあ、そしてダンキさんがようやくポイント獲得、5番手。そして6番手キュートラさん、惜しくもポイント届かず。マーシャルさんは、ここちょっとダメだったね。ダメでしたね。7番手。さあ、和田花さんもなんとか完走でお疲れ様でした。8番手。小森さんはソフトに変えてますね。大波乱すぎるでしょ。このレース。おお はい、間に合わないって分かっててやったのか。さあ、大荒れにやれた第3戦サルトサーキット。見事に制したのは、終始安定した走りでした。アスティさんです。おめでとうございます。いやー、面白いもの見れましたね、これ本当に。サッカーです。いやー、アスティさんおめでとうございます、本当に。いやー、嬉しいですね、本当に。嬉しい。私も嬉しいわ、これは。さあ、スバルさんもなんとか同点で食い止めましたね、ランキング。次、鈴鹿ですね。次は鈴鹿富士ですね。同点のまま後半です、ランキング。多分何回か回ってると思われてると思うんですが、実は回ってないです。あ、回ってないのか。なんか安定して5番手走ってたのに、結局ダンキさんに前に行かれてるし。1ポイント差だと思うんですよね。2位が9点で、違いましたっけ？ちょっともう一回見ますね。3位が6点じゃなかった？あ、違う、2ポイントか。あ、違う、12で10か。そうですね、1点ですね。失礼しました。はいはいはい。
マーシャルさん、車ですか？さあ、アスティさんはまあ車考えておいてください。とりあえずレース結果です。スクショして、これを私のアカウントに送る。どこだ？ OK。さあ、優勝したのは、なんとなんと、アスティさん。後ろとは14秒差つけての圧勝です。誰が予想できたでしょうか、この結果を。2番手が、なんとか、広丸さん。なんとか、広丸さんは2番手。3番手が、スバルさん。いや、トップ2も結構厳しかったですね、今回。サルトと、マブイ。結構ね、ミスってましたからね。何回かミスってましたからね。そして4番手が、スポットの裏庭さん。5番手が、ダンキさん。6番手がキュートラさん。あ、じゃあ5番手ダンキさんまでがポイント。そして6番手惜しくもキュートラさんポイントならず、6番手です。7番手がマーシャルさん、8番手和田マナさん、9番手コウモリさんと。以上の結果で、ファステストラップは、アスティさん。4分2秒401と。満点で15点で。最高の折り返しですね、アスティさんはこれ。ああ、マーシャルさん回ったのか。一周目で。いやー、なんだなんだ。スバルさんがこのまま行くのかなって思ったら、まさかまさか、ねえ、スバルさんがミスって、順位落とすとは、思わなかった。あ、そうなんですね。練習でアッシーさん早かったんですね。さあ、気になる次戦の車ですね。アスティさん優勝したんで。残念ながらね、裏庭さん優勝して私の独断と偏見で決めれなかったのがちょっと残念ですけど。残念ですけれども。まあ、おそらくランエボでしょう。ああ、腹の不調は緊張で全部飛んでいきましたかね。一生懸命走ってたから。それで紛れましたかね。あ、でも、裏庭さん用意ってすごいと思いますけどね。もうちょっと積んでもよかったですね。裏庭さんに関しては。メガネトロフィー。次は鈴鹿サーキットです。おそらくランエボです。アスティさんはおそらくランエボを選ぶと思います。決まってますかね、アスティさん。車。決まっているんであれば。私の独断と偏見だった場合は、FF 選ぶ予定でした。はい。RCZ とか、シロッコとか、選ぼうかなって。FF、TT とか。TT、FF だっけ？あ、300周走ったんだ、アスティさん。すげえ。それはすごい。そりゃ勝つよ。そりゃ勝ちますよ。もしかしたらこのまま300周ずっとで、あと2戦走ったら、アスティさんがチャンピオンっていうこともありえますよね、これ。ですね、スバルさんね。私は FF 選ぶつもりでした。方針もいいんですけど、FF っていうタイヤが地獄の FF で行こうかなって、ちょっと思ってました。アンダーステアプラス、フロントが消耗してアンダーステアプラス鈴鹿でちょっと泣き見てもらおうかなってちょっと思ってました。まあでも安定性結構あるんで、走りやすいっちゃ走りやすいですけどね、FF。ただ消耗がね、結構フロントきついんで。
ではでは、アスティさん。さあ、どうします？ライモにしますか？てか、アスティさん、誰でもわかると思います。誰もがわかってると思います。アスティさんがライモを選ぶこと。みんなわかってると思いますよ、多分。どうします？ライモで、いいですかね？あ、グループ4は消耗7倍です。次、グループ4なんで7倍ですね。ランエボでいいですか？しようとしてました。変えます？黒いエボ限定さあ次リバースでね、なんとアスティさんが最高尾スタートなんですよね。まさかのアスティさんが最高尾スタートになる時が来るとは思えなかったです。さあ、変えません。ライボです。グループ4。ライボグループ4ですね。初回数22ラップか。はい、いってらっしゃい、すばらさん。頑張ってください。86時してほしかったら7倍、グループ4。かなり魔物いましたね、今日のレースは。本当に面白かった超面白かった、本当に。意外にノーピットいなかったですね、思ったより。いや、立てないです。はい、保存だけです。意外にノーピットがね、キュータラさんと、マーシャルさんだけかな。ノーピット。レギュラー組。フラニアさんも多分ノーピットだと思う。3人だけだったのかな？多分。マーシャルさんも多分ピット入ってなかったと思うから。なんだかんだ3人しかいなかった。ほら、言ったでしょ？キュータラさんだからワンピットだって。あ、じゃあ、キュータラさんワンピットか。あ、じゃあ、ノーピットか。キュータラさん入ってないですよね。ああ、じゃあ、変えます？変えます？じゃあ、はい。はい。ゼロですよね。だからワンピットって言ったのに多分ワンピットかなって言いましたよね。結局ワンピットが早かったんですよね、これ多分。ウラニアさんがねえ、ここまで落ちてるって考えると、おそらくワンピットなのかな。ワンピットが正解なんかって感じですよね。マシャさん結構回ってましたねいや、今回ダメでしたね。これでマーシャルさんは多分ランキングが4番手に落ちるのかな。あのね、中段勢がね、マイレースコロコロ変わるから面白いんですよね、ランキングかなですね。アスティさんが3番手に浮上。で、トップとの差が多分アスティさんが10ポイントに縮まるのかな。
残念ながら私でも持ってないですけど。何このタイヤ。前ヘビーウェットでリア、インターミディエート履いてるこのフォーカス ST。はあ、それでいけますよね、マップいじらなくても。ケトラさん AT か。さあ、いよいよね、ビギナーズワンも残り2戦ですよ。ちなみに次が、6月の18日です。6月の18日、同じ時間ですね。リュピ入れとく？バナマさん白くらしてる。ははは。戦が6月18日ラウンド4土曜日ですね。時間は同じく8時半、ルーム開放21時スタートという感じになっております。車種が、グループ4のランサーエボリューション、ファイアル。BOP がね、100101ですね、これ、ランエボは。100%、101%ですね。今思えば、ライブをコンプリートしましたね。グループ3とグループ4で。はーい、木澤さんお疲れ様でした。ライブをワンメイクしちゃいましたが、全部走っちゃいましたね、まさかの。アーシーさん、AT でしたっけ？ 100、101なんで、スバルさんとキュードラさんが、だけが104ですね、重量は。キュードラさん、ちゃんと練習すれば優勝できますからね、このシリーズ。いや、マイレース優勝者が今までね、違うんですよね。まだ複数勝利がいないっていう。第1戦がスバルさんで、第2戦ヒロバラさん、第3戦がアスティさん。白子じゃないです。ライバです。あれはちょっと消耗がダメでしたね、キュートラさん、初戦は。あ、持ってないんですか、和田まなさん。ライブ。持ってないんか。この車ってどうなんでしょうね。なんかフロント消耗しやすいとか。誰か言ってましたけど。4WD ですか、これは。書いてない。書いてない。書いてない。入れないわ。
はい、キュートさんお疲れ様でした。さあ、まさかライボが2回走ることになるとは ライボで2回走ることになるとは思わなかったですね。初戦だけかなと思ったら、これもしも次アスイさん勝ったらもう1回 もう1回ライボでしょ。だってグループ3だって2回でしょ。2回ライボっていうことありえますよ、これ。アスティさんもう1回優勝すれば 5戦中ライボ3回っていうね、ことがありえるかもしれないですね、もしかしたら。フロント減るんですね。これで走ったことないから分かんないや。さあ、ここからね、皆さんがよく走るコースですからね、ここからは鈴鹿富士と。どんなレースになるんでしょうか。いや、分かんないですよ。耐久レースですからね、22周ありますからね。意外にスタート荒れましたよね、今回。思ったより 思ったよりっていうか、結構荒れましたね、スタートが。あら、和田さん苦手なんですね。意外にスタートで荒れたのがびっくり。でもアスティさんも結構後ろからのスタートでしたよね、そこそこ。はい、ロッキード兄さん、ご視聴ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、2分10秒、早いか分かんないというわけで、そろそろ部屋、畳みましょうか。はい、広間さんもありがとうございました。お疲れ様です。予定では5位までに入るはずでした。それはちょっと予定狂いましたね。だいぶ狂っちゃいましたね。はい、マーシャルさんもお疲れ様でした。サティオレンやってる。サティオばっかやん。さあ、というわけで今回はね、本当に荒れたレースとなりました。かなり荒れに荒れまくったレースだったと思います。やっぱね、サルトは荒れますね。 一筋縄じゃいかないですね。一周長いですから。一周長い上に高速ですからね。見事、荒れたレースを制したのがアスティさんでした。おめでとうございます。そして次戦は、ラウンド4、鈴鹿サーキットとなります。車がランスアイボリューション、グループ4。グループ4のランスアイボリューションのワンメイクとなっております。そしてタイヤ消耗が、7倍となります。6倍ではなくて7倍となるので気をつけてください。お気をつけて。燃料消耗は変わりません。ずっと変わりません。そして日程が6月18日、決勝は21時からレーススタートとなっております。さあ、そして私はこの辺でお別れしたいと思います。それでは、また。
ビギナーズワン第4戦鈴鹿サーキットでお会いいたしましょう。それでは皆様お疲れ様でした。